坂は、東京に古くからある坂道の名称である。よく知られる、小敷坂には、以下の4箇所がある日暮里の御殿坂、牛米岩戸町の袖すり坂、四谷南寺町の暗闇坂、増子ヶ谷の古志の坂、小敷坂という坂は、必ず寺院の多い場所にあり、その王道や裏道に位置している。寺院の門前はかつて、一年中で最も人出が絶えない場所であり、小敷坂は、 こうした盛り場に出かけていく小記の通路であり、休憩場所であったことに由来する。日暮里の小記坂は、日暮里駅近くにある寺、本行寺の前にある坂道である。正式な名称は、御殿坂。現在は、鉄道の駅やレールによって、坂は半分余りに断ち切られてしまっているが、かつては坂下に小記小屋があった。坂上は、 江戸時代末期に、湯山場所として繁栄し、仏寺の多い、日暮れの里である。日暮れの里にある妙高寺の隣には斜面社があり、ここは、完成年間には延命院として延命微堂の、色欲領道の稼ぎ場所であり、こうした盛り場と小敷小屋との間に、小敷坂の名がつくのは必然であった。袖すり坂牛米の小敷坂は、 岩戸町から南へ、北町と袋町との間へ登る坂で、本名は袖釣り坂である。幅一軒に足りない、狭い坂であったが、坂の西側には大きな絵の木があり、また、坂下の左手には、南クラインの弁天堂があり、坂上の袋町には有名な三つ寺の地蔵村や、雪本寺がある。こうした寺町の間にあって、しかも寂しい横丁の坂であったため、 この坂は昼も夜も小敷の休憩場所となっていた。付近には寺院が多く、また人々の予散場所もあったことから、この坂を通るといつも一人二人の小敷がうずくまって休んでいた。別名を茶の木坂とも呼んだ。文京区大塚五丁目と豊島区増司ヶ谷一丁目の境界本清吉島前あたりから池袋の方に登る坂である。もともとは、 アゼビチのような狭い坂で、小笹坂、古史の坂とも言われる。付近には寺院が多く、また人々の湯山場所もあったことから、この坂を通ると、いつも一人二人の小敷がうずくまって休んでいた。ABCDEFGHIJKLMN、小敷坂、横関 A1、江戸の坂東京の坂畜麻処房平成22年11月10日、発行。 ありがとうございます。